のポイントなんですが、昨年は例えば歌声を作るときも楽譜を手で入力して歌を作っていたんですが、今回は人間の歌からその楽譜を自動的に推定して歌い方も推定して合成しています。そして例えば顔の表情として唇の形状や口の開き方、そして口の開くタイミングや顔の向き、目の開き方なども昨年この手作業で作成していたものに加えて、さらに自動的に人間の録画された映像から顔の表情を作るということをしています。さらに視線は去年なかったのも今回視線検出によって視線を微妙に動かしているということをやっております。ただその最後に腕と手と首から下のモーションに関しては今回まだ手作業で作っております。で今見ていくお気づきになったかもしれないですけど、この首から下はいかにもまだロボットしていて、首から上だけすごい人間っぽいというのがちょっとアンバランスな状況になっていますが、それによってまだ首から上がすごい自然だということに気づきやすいんではないでしょうか。でこのポイントとしましては、今回新しく実現した3つのポイントは、まず1つ目はこれまで我々が開発しておりましたボーカリスナーという技術をこのロボットに組み込むことでより自然に歌わせるというのが一つ目で、もう一つはその人間の顔映像からこのロボットの表情を自動的に作るボーカウォッチャーを新規開発して、今回初公開させていただいています。でまた最後にそのボーカリスナーに追加技術を加えまして、ブレス音、息を吸うという音の時を自動検出してそれを合成する技術を新規開発しまして、今回初公開しています。これなぜかと言いますと、このボーカルウォッチャーで人間の表情を真似ている時に、人間って歌う前に息を吸うので口を開けるんですね。でその時に何も音がないとやはりちょっと不自然になってしまいますので、そのためにそのブレス音というのを自動検出して合成するということをやっております。で以上でこの簡単な説明終わりですが、これからこの内容をもうちょっと分かりやすくしたビデオを流しながら簡単にそれも説明させていただきます。